二人ともいるかい？どうしたんですか、ハリーさん。そんなに慌てて。それが未知の領域を偶然にも発見してしまってね。確認してみたんだけど、地図にも載っていない場所だったのさ。え、そんなところがこの辺りにあるんですか？ああ、普段通っていた道をどうやら少しそれて進んでしまっていたようでね、見覚えのない場所に出てしまったのだが、そう、そこは明らかに異質な場所だった。あれはなんというか、そのとても言葉では表現がしにくくてだね。なんとも要領を得ないですね。一体何があったんですか？この抑えられない好奇心の赴くままに進もうと思ったのだが、なんと突然とんでもない大物が襲いかかってきたのだよ。なるほど、それは危険でしたね。逃げて正解だったと思いますよ。いや、僕一人で探索を試みてもよかったのだが、君たちに一刻も早く伝えようとすぐに引き返してきたのさ。あ、そうだったんですか。すみません、わざわざ私たちのために。いやいや、例には及ばないよ。君たちのような若い探求者にこの貴重な情報を残すことができて何よりだ。あれほどの場所だ、とても貴重なものが眠っているに違いない。次はもっとしっかり準備をしていくことにするよ。地図にも載ってない場所か。そんなのがあるなら調査するべきかもしれないな。うむ、そう言ってくれるだろうと信じて。簡単なものではあるが、地図を用意したよ。興味があればぜひ探索をしてみるといい。何か見つかったらぜひ僕にも教えてくれよ。ただし、君たちが想像している以上に危険な場所なのは間違いない。十分に気をつけてくれたまえ。わかりました。どんなところなんだろう。